2018年6月13日17時8分、米朝首脳会談での合意文書署名シーンを真似て笑わせた桂文珍、落語家の桂文珍。69が13日、大阪市内で36回目を迎える独演会、8月8日、大阪、なんばグランド花月の開催会見を開いた。講座でも会見でも時事ネタを巧みに盛り込む名人は、この日も登場するなり、チラシを挟んだファイルを物々しく開けて、先ほど署名をいたしました。落語会をするという声明を発表しますとにやり、前日に行われた米朝首脳会談の合意文書署名シーンを再現し笑わせた。恒例の88独演会、今年は落語作家長田貞夫氏66期と共に古典を新作として復活させた持ちネタ星の矢を演じる。当演目は8月9日から東京歌舞伎座で開幕する8月納涼歌舞伎で、新作歌舞伎心中月夜星の矢として中村七之助35らが演じる。一日前に私がやりますと笑い、ネタが歌国に生まれ変わることをありがたい、相乗効果で互いに影響し合えたら面白いと期待した。今年、古希を迎える。落語家は60代と先輩に聞いていたが、自分の感覚では70代が黄金期。ここから10年がおもろいんちゃうかな、と笑顔。命があれば、東京五輪がある2020年、言葉のアスリートとして肉体のアスリート。勝ちに負けないよう、大きな落語会を計画している、と構想を明かしていた。